ベッドが残ってますね。このフロアは。ダメだ。何も喋れない。もう疲れちゃって。ダメだ。この本館、探索終わったらちょっと休憩します。無理。もう疲れてきた。いやー、これ大変だ。登山登るのと一緒だわ、これ。すごい空間だな、ここ。ちょっと落ち着けるけど。寝タバコは危険です。おやめください。はい、わかりました。タバコ吸ってる方、よろしくお願いします。ここは？よいしょ。ここもすごい、なんか匂う。廃墟臭がします。すごいなあ、ここ。なんか音が聞こえる。ここトイレか。これ殿方お手洗いでしょ。ご婦人化粧室ってことね。なるほど。ちょっとね、そろそろバッテリーが切れそうなんで、この映像がいつブチッと途切れるか分かりませんが、ちょっとまあバッテリー切れるまでちょっと頑張って撮影しよう。なんとかこの本館撮影終わるまでは持ってくれると思うんですけど。やっぱり暗いな。外の眺めやっぱすごいいいな。あれ伊豆大島か。あれ多分伊豆大島ですね。噂の、巷で噂の。しこれが本館最後の客室。ようやくここまで来た。これが最後の客室だ。うわー、海の方見てますね。椅子が、これ景色いいだろうな。ここ泊まったらやっぱりすごくいいだろうな。やっぱ事件の影響はでかかったんだね、きっと。一気に評判が落ちちゃって廃業か。何が起こるかわからないな、この世の中っていうのは。いよいよ客室全フロア探索を終えた。あとこの本館残すは最上階のみです。いよいよ10階へやってきた我々取材班。では行きますか。うおー、すげー、すごい。最後に待ち構えていた部屋はすごい部屋だ。会議室エメラルド、宴会場伊豆。ここはちなみにただの物置か。関東支社
東京本部合同聖和会様、いらっしゃいませ。これかっこいいね、この扉めちゃくちゃかっこいいな。グランドホールエメラルド、すげえ。うわーすごい、今日今んとこナンバーワンの部屋だこれ。圧倒的ナンバーワンだなこの雰囲気今日。なんか洋館だねこれ、完全に。すごくなんか西洋の洋館の雰囲気が漂ってるな、この大宴会場は。こりゃあの聖和会さんも喜ぶわ。聖和会さんっていう言うのかな、さっきのあそこに書いてあった会社の名前。これはすげえな。なんか落ちてる、ゴキブリホイホイか。おお、卵ふりかけ、洗浄ボトル、サポーター、トンカチ、ん、ケット入れ、ん、ケット入れ、チケット入れか、チケット入れ、最上階の厨房ですね。2012年9月のカレンダーになってんな、ここは。うわー汚な、やばいことになってる。なんか面白いものあるかな。あ、やばい、バッテリーがもう切れそうだ、いよいよなくなる。なんとかこのフロアだけ、この10階だけ全部見終わりたい。ここトイレでしょ、トイレはまあいいや。すごい西洋って感じだね。うわ、なんか厨房の匂いがするわ、だって厨房だもん。え、何これ、ラジオ、すごっ。爪楊枝がすごい、バラ、シャーベットグレープ、デルモントホワイトワイン、バイン、バインガー、ちょっとごめん、なんて読むかわからん。よし、じゃあこの奥だけ見てもう終わろう。あ、ここあれか、あ、扉崩壊、扉崩壊してる。もういいや、一旦ちょっともうバッテリー切れそうなんで、一旦こうちょっと一回エンドロールにしたいと思います。まあ、本館はねもう一応これが最後の部屋だったと思うんで、ここで一応もう探索の方終わりにしたいと思います。次モラモラに行くか、別館の方探索に行くか、ちょっとまた決めて明日撮影臨んでいきたいと思います。よし、じゃあちょっと本館の探索はこれで完了ということで、また明日次回の探索でお会いしましょう。取材班高茶でした。まだちょっとバッテリーあるから、ちょっとあの階段の上だけ行ってみるか。バッテリー途中でなくなったらごめんなさい。そこまでの映像です。だから階段ね、もう一個上行ける階段があるんですよ、ここ。ちょっと行ってみようか。さあどうなってんだ、屋上に出れるのかな。いや、それにしてもかなり疲れたな、やっぱり。お、なんだここは。あ、これはすごいものを発見した。
あ、どうもおはようございます。マヨネーズ取材班高田です。伊豆遠征2日目の朝になりました。じゃあ早速ですね、今日もこちら稲取観光ホテルの探索の昨日の続きをやっていきたいと思います。で昨日はですね、あちらのまず本館を完全制覇しましたんで、今日は向こうの別館と、あとこちらのこの元いモラモラの2箇所ですね、探索の方していきたいと思うんですけど、まあ、早速もう ここ目の前にもうモラモラがあるんで、もうちょっとここからもう早速入ってしまいたいと思います。じゃあここをちょっともう今日はまずさらっと探索していこう。危ない、これ下ね穴が開いててちょっと危ないですね。こうなんかね、別館の方ね、どうやらなんか他に探索者が今ね多分誰か撮影してる、探索してるっぽいんで、ちょっとまあその人がそっち行ってる間に自分はここから探索を進めていきたいと思います。ちょっとやっぱおしゃれだな、洋風の廃墟っていうこともあって、昨日までの和風の、朝6時台にやってきた、すげえ時間だ。ちなみに外の景色はちょっとお見せしなかったがこんな感じです。今日も波はね綺麗ですね。あ、ちょうど小鳥ちゃんがいるわ。小鳥ちゃんが遊んでますけど、今日もあ、今日めちゃくちゃいい天気だな。そういえば天気見てなかったけど、よし、じゃあ早速行きます。よいしょ。玄関入り口の足場がいきなり悪いという。これがエントランスか、この建物の。いや、1階からでかいな本当に。洋風っぽい感じかと思ったけど、そんなにめちゃくちゃ洋っていうわけではないのか。マンボウ。あ、トイレが。あ、これ配電盤ですね。でも抜き取られてるな。ちょっとトイレ。個室が2つか。開かない。そう、誰か入ってる？前なんか心理映像で、どっかの廃墟でこの扉開けたら女の幽霊が座ってたとかいう映像あったから、ちょっと怖いんだよな。あ、ホースなくなってますね、消火栓の。これは綺麗だな。あ、でも首がもげてる。うわー、首だけもげられてる。とんでもないことをしてる。じゃあこのプライベートルームに入っていこう。何があるのか。あ、お食事券がありますね。エメラルド七島の。1名様に1枚。これと朝食が引き換えだったのかな。プライベートルームって言ってもなんか、もう壁がむき出しだな、壁と天井が。酒だるがある。しかも開けられてないですね。うわ、酒だるがめっちゃあるな。
伝票か。あ、愛と青春の旅立ち。洋画か。何か面白そうな。残留物はあるね。夏祭りちびっこ広場、ごまちゃん。あ、これごまちゃんじゃん。よーく見たらあの箱で隠れちゃってるけど、ほんとだほんとだ、ちびっこ遊びに来たんだな。早速こんな雑誌が出てきましたが、結局なんかこういう雑誌の残留物があると中身見ちゃうんだよな。そして無駄なことを言う。洋画断食、あ、間違えた。断食、洋画断食で体質改善。断食ってあんまり、なんかダイエットにもあんま良くないって言ってたけど、真偽のほどはいかがなのか。でもにっこりしてますよ。太りにくい体をキープできるのよ。本当に美しいのですつって。犬とコブラってことらしいです。まあ何のことか全然わからないんで、これはフォトアルバム。え、アルバム？ないっすね。うわ、やばいもん見つけちゃったな。給与賞与入力データ。マジで。平成6年分。平成6年6月から12月分の給与データだよ。ちょっとさすがに見るのやめとこう。さすがに個人情報だ。1回だけで時間を食ってしまった。わ、当ホテルナンバーワンのおすすめ、当館に ご宿泊されたらぜひ体験、美白美顔エステ&足つぼマッサージ。日頃の疲れを取り若さを取り戻します。20分2500円、30分3500円。どうなの、普通60分で3500円とかあるよね。街行くとちょっと高いか。じゃあまずこの建物を制覇すべく次は2階へ行こう。うわっ、エレベーター。はあ、びっくりした。なんかすげえカビ紙が出てきたな。うわー、またおどろおどろしい雰囲気が漂い始めたぞ。ではまず202号室から。洋室かと思ったけど畳があるっていう謎。洋と和が2つあるんだ。今日もやっぱり天気が昨日よりもいいから綺麗に見えますね。太平洋。今日は小鳥を観察したいと思います。朝ごはんは何を食べるのかな。何か見つけたようです。
何かを食べています。こちらに気づいたのでしょうか。しきりに警戒しています。とか言ってまあ遊ばずに、さあ次へ行こう。これ昨日見たやつですね。インフォメーションがあったので、どうだここは。ちょっと待って、書いてある内容一緒だな、昨日見たパンフレットと。あ、メンバーズカードとか、あ、そういうのもあったんだ。なるほどね。よし、行こうか。色が緑色なんだな。こんな感じです。お風呂とトイレはやっぱりセットなのか。そして布団がなぜかお風呂の中にあるという、座布団があるという。これ確かに風呂とトイレのような感じですね。謎の骨董品。プライベート。プライベートじゃない。204。さっき見ましたね。ここ誰かクソしたんだな。この部屋の鍵か。ほら、倉庫。これ岐阜にさ、あのモレラ岐阜っていうところがあるんだけどさ近いね、名前が。いやー、まだね太陽上がった直後ぐらいなんでね、今これ朝一に来てるんですよね。6時台に来てるんで驚きの、マジでね朝早くホテルを出た。ちょっと不思議な場所っすね。木がなぎ倒されてる。うわあ。お、家って書いてある。イエーイ。うわあ、ぶっ壊れたプレハブ小屋。これ見るとあれだな、なんかあの滋賀県行った時のあの、あ、あれはなんだ、あれは部屋なのか。何これ、土砂崩れじゃないのこれ。これちょっと見てみようか。うわ、怖っ。やっぱりゲレンデだったんだな、ここは。リフトだな、これ。のネズミ、ほら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 、のネズミちゃん、チューチュー鳴いてくれんかね。
こちら取材班、こちら取材班、新たな発見をいたしました。藪の中、山の中を歩いてたら、なんと巨大な洞窟の入り口を発見した。ついに発見したぞ、新たな入り口を。うわ、ちょっと待った、なんかある、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 あった、ここだ、これか。穴2つ発見しました。なんと、まじか、奇跡的に2つ発見したね、洞窟。でもここなのかな、ちょっとわからないですけど、もうかなり暗くなってきたんで、6時多分過ぎてますね。ちょっとしかし、もうここ見つけたんで、最後にもう入りたいと思います。